T 先輩です。ノクタン。T 子だよ、ノクタン。火山にいたと思ったらいつの間にか黒の故郷近くです。ベルケード鉱山町ね。この道中、以前来た時はカロンがいなくて一人だったので、かなり苦痛だよ、心細かったのを覚えてますが、今回はカロンの黒もいますからね。安心感が全く違います。こちらの装備もかなり強くなってるしね。強力な魔法もありますし。ああ、さすがにこのツルハシでは足りないか。そろそろ一個あげよう。え、まだ石を使ってたの？はい。特に思いますけど、あまりにも強いツルハシを使うと一気に掘っちゃうので、鉱石が少なくなるんですよね。掘った数で出てくるので。そっか？リジェネレーション。名前からして回復でしょう。クレット前からわかりにくいけど、多分持続性の回復だと思います。そうね。うん、あまり変わらないな。まあいいか。ここってジャンプからのダッシュなどで行けましたけど、こうやって空中散歩で行くのが想定された動きかな。まあそうだろうね。それでも結構遠いんだね。普通に行ったら間に合わないレベルでしたね。ああ、やっぱり。マックスだけどこれは使えないんだ。見てみたかったけど残念。もう少し SD を伸ばすか、消費を減らさないと使えません。最後だ！一番難しいことは考えずじっくり行きましょう。え、勝手に出てきた。あ、そうか。生贄で召喚したあいつはいないのに。しかも新色組みたい。でも今回は黒もいるしね。ここがイベントの最大の違いです。あれ？よ、もしやガード不能。たまたま耐えれたけど。石化は単体なら怖くない。現在トニングが強いね。一回であれだけ当たるし、しかも終わった時にはもう次のが発射できるので、やろうと思えば結果当てられるほどですね。本当だね。何回魔法がないかと思うけど、弱点は風だから。でもこれは少し下がらないと当たらないのがね。だいぶ前に出すからね。そうだこれが怖かったんだ。まあこれだけ盾も強くなってれば大丈夫だけど。空中ガードのつもりが浮いちゃうんだよな。ここが唯一のデメリットかしら。素晴らしい。やっぱり黒のバリアが優
何が狙いなんだろう。絶対意味ないことはしないだろうし、必要なことなんだろうね。え、本当かな。めっちゃ怪しい人か。憧れの黒さんの方がむしろヤバいですよ。黒の黒いの。何を言ってるの。何の手ほどきですか。あ、さすが鋭い。誰でもわかるから。もう、ツッコミが疲れるよ。なぜか登れません。何でも答えてほしいんだけどな。え、私に振らないでほしい？なんだと。そういえばアヌリスも昔何やら言ってたな。少し読めてきたかも。ですね。ただまあ今はこれくらいにして、やっぱり戦うことになりますか。とにかく力を見たがるよね。どれくらい成長したかみたいとか、そういう感じかも。大賢者カロン、お手並み拝見。おお、ランガーという名のサンダー。威力がとんでもないけど、ほぼ半分。やば、これ。さすがに高いね。え？なんだと。バーニッシュの名前の通り、魔法が消されてる。あれ？あー、ブレイクしてたからか。つまり普段は魔法を使えないってこと。どうやらそのようです。うわぁ？危な。タイミング的に自動発動かな。つまりこちらが魔法を使おうとすると自動で消されると。そんな感じでした。攻撃にも防御にも使えないとなるとかなりきついな。しかも魔法中じゃないとすぐ逃げるし。もしかしてかなり強い。まあ大賢者ですからね。ある程度予想はしてましたけども、まさか魔法を封じられるとは思いませんでした。使えるのはブレイク中だけか。となると純粋に剣の力だけで倒さなければならず、ダメージが100ちょいくらいだからかなり時間かかるなこれ。ほんとだね。せめて弱点のチェーンライトニングを使いたいところだけど、なかなかブレイクもしない。ブレイクしやすくなるスキルとかなかったっけ。あったような。
まあ実際は物理攻撃用のスキルにシフトすればいいのでしょうけど、こういう状況についテンションが上がってしまう自分がいるのです。きついのならそれもまたよしっていうやつね。はい、困ったってのあれです。まあ時間かかるからそろそろカットはしようと思いますが、これだけ回復があればなんとか倒せそうですね。まあそうね、パターンは同じっぽいから。実は一番役に立っているのがクロノバリアという。あ、カットしたね。そろそろ終わりそうです。このレーザーは危険なので注意。かなり時間かかりました。そういうことか。もともとある大地から一部が空に浮いたってことだ。そうなんだね。某有名海賊漫画の空島みたいな。浮いた部分なのにこんなに広い世界なんだね。辺境を抜けるのですら8年かかるほどに。例の変態村ですね。変態、まあ間違ってはないけど。サービス、なんだかんだやっぱり優しいのかな。絶対悪い人じゃないよね。一瞬疑ってしまったけど、さすがは大賢者といったところか。まさかまた攻められるの？その危険もあるってことね。いいなそれ。もしかして町の誰かって言ったらもう焼きたてのいい香りしてませんでした？ああ、それのことか。多分これが外伝の話だと思います。詳しくは知りませんけども。そういうゲームもあるのね。そうみたい。
限界だったのね。びっくりしたなぁ。いつの間にか仲良くなっちゃって。焼けますぞ、パンだけに。はいはい。そこが主人公との違いなんだろうな。あの人もかっこいいのにね。そうそう、あいつ怪しいよねー。娘さんを探そうとしないの。え、それは初耳ですよ。ギルドってつまりミルーが。何を埋めてるんだろう。ガウ？じゃないよな。しれっと重罪を犯さないでよ。どんどん上手くなってる。悪い人ではなさそうだけどね。うん。そうか、そういうことになるのか。さて、今のところで終わろうかと思いましたが、いつもに比べてちょっと短い気がしたので、次のエリザスに入るところくらいまでは進めてみようかなと。オッケー。何ですと？まさか記憶が。そうだとすると嬉しいけど。そしてお墓を見に行ったとか。ごめんねミルー、いつも任せっきりで。このスピードで回復、しかも結構長時間。素晴らしいですね。っていうかダメージもすごかったけど。敵がめっちゃ強くなってきてるなぁ、という感想でした。そんな服なのに。なんだと。もう巫女になった後なの。え、それってまずくない？うわマジか。天秤待ったなしですね。
メだねー。絶望からのスタートか。確かに一周目とは違って鉱山町に先に行ったりしたもんな。そうねあの年齢。やっぱり顔じゃない。え？シーロ。そういうことか。っていうか何をやってるの。ちょっと。そんなまさか。オラッチェないよオラッチェ。はっ。暴れないの。なんだと。そんな姿で。